テリアン登場で深まる謎。はい、どうもニヤニーでーす。本日は新年一発目となります仮面ライダーリバイス第何だっけあれだ、17についてお話をしていきたいなと思っております。とにかくちょっとね、面白かったですよね。2週間も我慢して30分じゃ足りんってなった人もね、多かったんじゃないでしょうか。ぜひ45分番組にしていただきたいなと思っております。第2章の幕開けということで、オープニング映像もちょっと変わっておりましたね。若林が完全に消え、赤い視聴官に変わっておりました。あとちょこちょこね、変更箇所はありましたが、後半はビオジェネの映像になっているので、このビオジェネの公開が終われば元の映像にね、戻ると思うので、その時にまたオープニング考察第3弾をやっていきたいなと思います。本日の気になるポイントの前に、見事予想がド的中しました。フリオと陽介の関係について、この動画でスマイルと教えたのは陽介、親友からいじめっ子側になった。これもね、完全的中ですよね。当たれば当たると、これやっぱり気持ちいいもんですね。そして、前回の謎でもある源太の心臓、牛島家についてはほぼノータッチ。源太はですね、再検査ということで、今はフェニックスの施設に行っているっていう感じが、描かれておりました。牛島家に関しては謎のまま、人を招いておいて玄関先にも出向かず、そして地下室からも出てこず、これは源太のファン説の可能性はまだ残っております。地下室で源ちゃんの限界チャンネルを見ていて、面白すぎて出てこれなかったという可能性が濃厚になった気がしております。ということで、前置きはここまでにしておいて、本日の気になったポイントを喋っていきましょう。気になったポイントはこちらです。1、オルテカが抱いたデモンズドライバーの謎。2、ジョージはギフテリアンを知っていた。3、ギフスタンプはギフ様の体の一部。こちらについてお話ししていきたいなと思います。ニヤニヤチャンネル。オルテカが抱いたデモンズドライバーの謎。このシーンでビリビリってなっているデモンズドライバーを見て、オルテカが言ったセリフなんですけど、やはりこいつかって発言なんですけれども、これはね、なんかね、やばそうな気がしております。デモンズドライバーってこう、悪魔なしでも使えるベルトという感じで、人工悪魔がベルトに入っているんじゃないかというね、巷では、囁かれてるんですけれども、今回のこのオルテカの発言で、人工悪魔ではなく悪魔の一部、もしくは弱らせた悪魔がベルトの中に、入ってるんじゃないかなというふうに思ったんですよね。これがもしですね、人工悪魔で、その噂を、まあ、カメレオン・デッドマンからとかに聞いてたとしたら、やはりあいつかではなく、あれがそうなのかみたいな発言になると思うんですよ。やはりこいつかってことは、少なくとも顔見知り、もしくは聞いたことがある悪魔がベルトの中にいるのを確信したんじゃないかなというふうに思ったんですよね。それとデモンズドライバーは、宇宙船情報によれば、恐るべき秘密がいよいよ明らかにされるというふうにね、書いてたんで、恐るべき秘密なので、これはもしかすると、ニヤニヤチャンネル。ジョージはギフテリアンを知っていた。こちらはですね、ジョージ狩崎のゲノムラボラトリーからなんですけれども、やはりあれはギフテリアンというふうに書いていたことからですね、ジョージはギフテリアンの存在を知っていたというふうに思ったんですよね。どこでギフテリアンの存在を知ったのか、いや見たのか、それはですね、第1話のこちらのシーンです。この映像の続きには、このギフテリアンが映っていたんだと僕は今回、見て思いました。このシーンってですね、第1話の冒頭のシーンでかなりインパクトはあったんですけど、何の情報もない状態で見たっていうのがあるので、これがギフ様の悪魔体なのかって思った部分がね、僕以外にもあると思うんですよね。皆さん、
で、この映像はギフ様が映っていたわけじゃなくて、ギフテリアンが誕生した瞬間の映像だったというふうに思ったんですよね。それがですね、今回オルテカがおばさんにギフスタンプを押して出てきた悪魔と1話で出てきた悪魔がよく似ているというところが、そう思った点なんですけど、自分で押したのか誰かに押されたのかの違いだけで同じ悪魔が出てきていることから、1話で見たあの映像はギフ様復活もしくは誕生した瞬間と思ってたんですけど、あれはギフテリアンが生まれた瞬間だったんやなというふうに思いました。ということはですよ、ギフ様が封印された時期がさらにわからなくなってしまったんですよね。1971年よりずっと前から封印されていたという可能性も出てきてしまったので、このギフテリアン登場で謎がちょっとわかるかなと思ってたんですけど、その謎がさらに深くなっちゃったっていうことになるんですよね。これに関してはですね、時間をかけてちょっとね深掘りをしていきたいなと思っておりますので、ぜひ皆様のねご意見もお聞かせください。ニヤニヤチャンネル。ギフスタンプはギフ様の体の一部。この1と2を考えた時に、じゃあこのギフスタンプとギフ様の関連って何なんやろなと思って考えてたんですけど、このギフスタンプってちょっと指っぽくないですか？じゃあこれはギフ様の指やとすると、同じようなスタンプがあと何個か出てくるんじゃないかなというふうに思ったんですよね。この展開まさしく呪術廻戦なんですよね。呪術廻戦は僕漫画の2巻までしか読んでないんですけど、スクナの指を全部集めるって話でしたよね確か。呪術廻戦に詳しい人いたら、ちょっといろいろコメントで追記をお願いします。ちょっと間違ったこと言ってたら訂正もぜひお願いしますね。で、この虎杖がスクナの指を食べたことで、スクナが虎杖の中に入ったって感じじゃないですか。まあどこまで呪術オマージュが反映されるかちょっとわかりませんが、虎杖の中にスクナ、一気の中にバイス、ここまでは完全一致じゃないですか。だとすると、一気は知らず知らずのうちにギフ様の一部を体内に入れてしまっているという可能性がありそうやなと思ったんですよね。でもまあもちろんそんな描写は一切ないんですけど、前回の放送で体の一部がない人いましたよね。そう、ゲンタなんですよ。ゲンタの心臓が一気に移植されたと以前のね動画でお話ししたんですけど、もしゲンタの悪魔がギフ様なのであれば、そのゲンタの心臓が一気に入っているとかであれば、あれれーってなりますよね。これちょっとね、呪術廻戦読まないとって今めっちゃ思っております。これちょっとね、明日の動画でもこのテーマについてちょっとどん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 深掘った話をしていこうかなと思っておりますので、今日はちょっとね、編集の都合であったり、時間的に深く考える時間がなさそうなので、今週はこれをテーマにいろいろな案を出していきたいなと思っております。ぜひ皆様の意見もお聞かせください。ということで、本日はちょっとね、内容が薄くなってしまっているかなと思うんですけど、以上とさせていただきます。また次の動画でお会いしましょう。ほな。本日の動画はいかがだったでしょうか？楽しんでいただけましたか？ああ、そうですか。よかったです。ということでですね、まだ高評価を押していない方は、ぜひ高評価を押していただいて、チャンネル登録もよろしくお願いします。また明日も楽しんでいきましょう。それでは、バイバイ。